毎年犬仲間が集まって冬、主に冬ですね、犬が暑いの苦手な犬ですから冬バーベキューをやるバーベキューコーナーです。このところコロナの影響等で2年ぐらい休んでます。今日は久しぶりに夏休みだもんで家族で焼肉をやろうかということになりました。今掃除をして打ち水をしています。ちょうど木が大きくなってきてるんですけど、ちょうど木陰でいい感じですね。一時この木も剪定してしまってちょっと日当たりが良くなりすぎたんですけど、3年ぐらいしていい木陰ができるようになりました。みんな広葉樹ですから冬は葉っぱを落としますので結構日当たりがいいんですね。太陽が冬になると斜めの位置から差し込んでくるので日当たりがいいです。夏は真上に来てしまうから木陰になるように木が大きいととても涼しいですね。うちは今森の中のように木がみんなちょうどいい感じに剪定して何年か経つの、3年ぐらい経ちますかね、ちょうどいい感じです。ちょっと大きくなりすぎちゃった枝もあるものでまたこの冬昨日剪定してもらった彼に頼んで10本ぐらい剪定したいと思ってます。ああいい風が出てきました。これから火を起こします。火を起こせば暑いかもしれないですね。周りの木に打ち水をすると風が冷たくなって気持ちいいですね。夕立の後みたいな感じで冷たい風が来ますね。気化熱で涼しくなってだいぶ違いますね。ひんやりした風が来ます。さすがに真夏だから火を起こすは暑いです。いや炭火が起きたら火を起こせば暑いです。このバーベキューコーナーはもう作って15年近くになりますね。向こうの小屋が最初に作って次に作ったのがこのバーベキューコーナーです。まあ最初床が木造だったんですけどデッキが腐ってしまって、タイルに変えたりで、その後流し台も一度作ったのがもう腐ってしまって、これは3年ほど前に今度ブロックを積んで新しく全部作り変えた流し台です。赤と緑で好基調とした色合いです。夏に一度犬仲間でバーベキューをやったんですが暑くてダメで、犬はもう全く暑くて車から降りれないような状態になってしまって
夏で夏はダメだなということで冬にしました。冬だと寒さに強い犬たちですから、ドッグランで遊ばせておけばとても元気で遊んでみんなお喜びです。今年の冬もできればいいんですけど、今のままだとちょっとコロナの問題で無理かなっていう気がしてます。アランコ、俺こだに。うん、ちょあるよ。ちょっと一旦こういうとこお猿さん冷ましてみる。ぬんぬんのもあるよ。今焼いてるからね。ちょっと待ってて。そうそう。ぬんぬんのもあるよ。焼けたからね。待ってて、冷めたらね。してるの。いい匂いしてる。いい匂いしてるの。よだれがすごい。暑いだね。暑いの。暑いだね。暑いよだれか。なんか欲しいよだれか。赤のタオルも来なかったから持ってきた。赤のタオル。恥ずかしいよだれがこんなに出てる。あれが出てるから難しいですよ。はい、やるやる。斜めにしてるわ。